にちは、アクセサリー担当の荒木桃子です。アクセサリーで、この冬おすすめなのがリックスのサングラスで、こちらがほとんどが、クリアサングラスが多いんですけれども、こちらは、上の2段こちらのものと比べても、紫外線カット率が同じく、99.9% のカット率となってます。なので、冬でも曇りでも晴れでも、こちらをかけていると目の紫外線をカットできるので、冬でもおすすめです。で、レックスの特徴としては、例えばこちらでも、こちらの柄の部分が、色が違って、アシメトリーになっているところがとても特徴的です。で、全てデザインが多いので、人と被ることがなく、個性を出して、スタイルを決めることができると思いますので、ぜひ、チェックしてみてください。以上です。